はい、皆さんこんにちは、ニカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきたいと思います。メジャーとのコラボイベントが始まりまして、海道高校が実装となりました。で、まあそれによってね、あのメジャーキャラデビューガチャというのが今始まっているんですけれども、まあこれがねちょっとなかなかの凄まじい内容で、まあとりあえずピックアップキャラとしてはトシ君、ゴロー、まあ、草野と、まあ、この3キャラはねどれも優秀な、キャラなんで、まあ誰が当たってもいいかなとは思うんですけれども、ガチャの内容を見てみると、まず初回10連で SR が1枚以上確定と、で2回目が、ゲドウ君のプラチナですね。今回初めて、ゲドウ君のプラチナが実装されました。で、まあこれが、1枚おまけ付きと。で2回目は別に SR は確定では、ありません。で3回目が、SR 以上を1枚確定で、4回目が、この3キャラのうちから SR 以上が1枚確定で、5回目以降は SR の出現率2倍と、いうことになってまして、でね4回引きたいんですけど、まあ、なかなか厳しいんで、今回は、3回引いていこうかなと思います。で、まあ、今回も、4回引こうとすると、別に今回の10連ガチャについてはそのパワーストーンの割引がないんですよ。200で引けるとかそういうのはないんで、4回引こうとすると、まあ、パワーストーン1000必要なんですね。で1000必要なんですけど、これが12月の19までじゃないですか。でその次の週っすよ。その次の週は一応クリスマスじゃないですか。でクリスマスもね、まあやっぱり何かしらのイベントが来そうな気はするので、まあ、ここで取っておくか、ここで引いちゃうかっていうのは一つあるんですけれども、まあ、やっぱりね、これだけちらつかせると、引いちゃいます。まあ、ただ今回は3回目のみ。で、もう250溜まれば4回目も引いていきたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとどうかな、というところはありますと。じゃあ早速、ガチャの方へ行きましょう。まあ、今回ピックアップ出現率8倍になってるんでね、初回の10連と3回目で、まあ、出てくれればそれで嬉しいですけれども、じゃあ初回10連いきましょう。うわーこれがめっちゃ減っていくんだな。だからこういうところでね、例によって2枚以上出てくれればすごいありがたいんだけど、1枚か。さあ誰、アンヌ。まあ、アンヌは上限解放ですね。で、このトシ君は PR と。お、アンヌの PR が出た。東条は？東条は R か。東条もね、欲しいんだよね、筋力キャラ。で、海道高校ってダイヤのエースが使えないじゃないですか。なんでね、ライチをね、入れられないんで、そうするとやっぱり東条が光ってくるっていう気はするんですけれども、初回の10連に関してはアンヌでしたと。で2回目、2回目は確定じゃないので、ここでどう出てくるか。さて、おお、これはポンだポン。 SR はなしですね。友沢、ここら辺は R が続くな。てか PR すらないか。東条、これはPR だな。うん、東条の PR が1枚か。一応、ゲドウ君がもらえましたと。いやー、2回目、ちょっとしょっぱいですね。じゃあ、3回目も行きます。お願いします。グッグッグッポーンと。2枚、2枚以上。1枚かー。まあね、前回がね、かなり良かったからね。おい、こいつか。右京だか左京だかどっちか分からんけど。いやー、この3回は、まあ、アンヌはね、確かに、使えるっちゃ使えるんでいいんですけど、いっぱいですと。いうことで、ちょっとこの、30連は微妙な感じでしたね。これはちょっと4回目に手を出さざるを得ないですね。まあ、今日はやらないですけど。で、海道高校の方もね、サクセスが実装されているので、まあ、本当は海道キャラを入れてやってはいきたいんですけれども、
ちょっとカイドウキャラの SR が当たらなかったので、まあカイドウキャラなしでちょっと1回サクセスを次回かな、やっていこうと思いますので、今回の動画はこれで終了したいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。